ここまでねがっつり腹下すった記憶っていうのがないんですけどね。まあせっかくねこれピーカンなんでね。反日勢力を許さない福島県民有志一同チャンネルご覧の皆様、いかがお過ごしでしょうか。今日はですね、またゼファーのレストア動画なんですけれども、実はですね今日はリアブレーキのマスターシリンダーを分解清掃しました。このここですね、でピントが合わないな。でこのマスターシリンダーこれを分解清掃したんですけれども、30年約ね30年近く、まあ、放置してた割にはですね、僕もこのマスターシリンダー開けてみてびっくりしたんですけど、もう全く綺麗なんですよね。だから全然ね、中のカップとか交換する必要もないぐらいすごいね、中ピッカピカでね、逆にびっくりしましたね。だからこれはねこのままで、利用していきます。でですねようやくですね、部品の方、これ発注する段取りができました。まずね、キャブレターのオーバーホールキット、あとね、ピストンリング、これをね4気筒分発注する段取りなりました。でようやくね部品発注できますんでね、そうなればだいぶまたね仕上がり一歩近づいていくんじゃないかとね、そのように思います。でねまあエンジン、これ定期的にねこのようにまあオイルをね定期的に塗ってまあ錆防止ねしております。この間ねこのカムチェーンのテンショナーちょっと一旦ね外してチェックしたらね、ちょっとこれカムチェーンがずっこけちゃってね、まあいずれにしてもねヘッドは一旦下ろすんでまあいいでしょうね。こうやってオイルを塗ってね、なんかねピントが合わないんですよね。カムの山にオイルを塗って、でもね、本当ね、30年近く放置した割にこのエンジンの中もね、とりあえずヘッド周りに関してはだいぶね綺麗なんじゃないかなとは思います。でね、まあこのプラグホールからね。こんな感じでオイルをわオイルをね注入してシリンダーピストンね、これもああ潤滑してね、最終的にはですね、まあこのシリンダーですね、まあシリンダーに関してはまあボーリングとまでは言わないんですが、いわゆるホーニングのね作業、これがね必要になってくるかと思いますね。さすがにねホーニングは自分でやるわけいかないので、業者さんにお願いしようかとは思ってるんですけれども、まあ、とにかくね、まあ、毎月ね安月給なもんでね、やっぱ決められた金額しか捻出できないんでね、決められたまあ毎月のね予算の中からやっていきますんでね、ちょっと気の長い、まあ、話にはなっては
来るかとは思うんですけれども、しばしね、このゼファーの、ね、復活、これね、お付き合いいただければと思っております。でですね、まあ今日はね、ちょっとしたまあパーツ紹介じゃないんですけれども、ここにね、まあマフラーあるんですけれども、これ一応ね、RPM、まあ当時物ですね。当時物。まあ当時物といってもね、平成一桁の頃なんでね、よくね、P カーンなんて言いますと、CBX なんかはね、規制前、規制後なんていう言い方するんですけれども、もうこれに関してはね、もう規制後になりますね。まあただね、ちょっとサイレンサー、これは当時ね、ちょっと一旦このね、カバー外して、中、ちょっとね、細工しております。でね、僕もね、今回これはちょっとびっくりしたんですけれども、この、液パイですね、ここ。ね、ピントが合わない。この液パイにですね、穴が開いてるんですよね。当時ね、ここまでがっつり腹下すったっていう記憶がないんですけれども、まあこれね、いずれにしても、この穴塞いで、で、あとここもね、だいぶ大きな凹みになってますけれども、ここまでね、がっつり腹下すった記憶っていうのがないんですけどね。まあせっかくね、これピーカンなんでね。まあ今でもね、新品流通はしてるんですけれども、まあ5、6万ぐらいするのかな。まあ6万、7万。で、さっきも申し上げた通りね、やはり決められた、まあ、金額の中でね、やっていきますんで、まあこの穴に関してはね、これは溶接で塞いで、でですね、この中、サイレンサーですね。サイレンサーの中には、グラスウール巻き直して、で、車検をね、通るような形に持っていきたいと思います。ね、RPM です。結構ね、やっぱ RPM いい音、評判いいんでね。まあね、新品買えばね、またいいんでしょうけどね。なかなか新品を買うっていうのもね、余裕がないんで、この RPM 活かしていこうかと思ってます。まあ、ようやくね、部品、まあ、先ほども申し上げました、ピストンリングとね、あとキャブレターのオーバーホールキット、まあ、これが届けばですね、一気に、まあ、エンジンね、かかるところまではね、近づけるんじゃないかなと、そのように考えてます。